パッケージが変わりました。絹超特選贅沢、うーん、盛りすぎじゃない？いやいや、本当に贅沢な味わいです。ヤマサ絹醤油。パッケージが変わりました。うーん、私なんて使わなくていいから、これずっと映してればテレビで覚えてくださいっていうさ。本当に贅沢な味わいです。ヤマサ絹醤油、探してくださいっていうね。のどう？パッケージが変わりました。うーん、綺麗なんだけど印象に残らない。味は印象に残りますからね。本当に贅沢な味わいです。ヤマサ絹醤油。本当にないなこれ。パッケージが変わりました。絹超特選贅沢、うーん、盛りすぎじゃない？いやいや、本当に贅沢な味わいです。ヤマサ絹醤油。パッケージが変わりました。うーん、私なんて使わなくていいから、これずっと映してればテレビで覚えてくださいっていうさ。本当に贅沢な味わいです。ヤマサ絹醤油、探してくださいっていうね。のどう？パッケージが変わりました。うーん、綺麗なんだけど印象に残らない。味は印象に残りますからね。本当に贅沢な味わいです。ヤマサ絹醤油。本当にないなこれ。